どんなことがあっても普通に育ててくださいと。そして2000年4月3日、僕は地球に誕生した。アメリカでわからなかった僕のミッションが見つかった。僕のミッションはこれだ。みんなが笑っている世界を作りたい。どのような境遇にあっても。じゃあウッディチャンネルです。イエーイ。ウッディチャンネル、今日も始まりました。よろしくお願いします。はい、はい、そうね、よろしくお願いしますって言えたね、うんうん、イエーイ。で、今日のゲストは、白方美恵子さんっていう、はい、今は石川県と東京と2拠点で活動しております。はい、はい、白方さんはなんか朗読をなさってるっていうことで、そうですね、はい、あの絵本を11年前に出版したんですけれども、それを読んで、はい、体験談を皆さんの前でお話しさせていただいてます。お母さん僕星になったよっていう本ですね。はい、息子さんの実話ですよね。そうですね、12年前に突然、朝起きると、うん、亡くなっていたんです。前日まで元気だったんですけど、でその7日、初7日の頃にちょっとメッセージが降りてきて、それを絵本にしました。息子さんがお母さんにメッセージを送ってきてくださったそうです。それがこの本になってるんですね。すごい素敵な本ですね。ありがとうございます。一度テレビかなんかで出たテレビはね、地元の石川県のテレビね、は何とか、はい、出演してますけど、戦国版はないと思います。この本、その、なんか私一回読んだことが、読ませていただいたことがあるような、はい、するんですよ。まあ、出版した当時は1年間全国の本屋さんに並んだんです。でもそんなに数は少ないと思うんですけど、それで紹介していただいたんだと思います。本当ですか、はい、すごい。で、ね、先ほどねお話を伺って、 あれ聞いたことあるとその話って一瞬思いまして、はい、でも、ね、まだ本の内容すごいなんか優しい息子さんだったのかな。そうですね、ちょっとまあ世の中的には発達障害だったんですよ。定番ですね、皆さんもこの世界では言われてしまう。そうですね、はい、でちょっとやっぱり普通の子よりもこだわりが強くて、まあだけどもすごい純粋で、もう亡くなったのは18歳なんですけども、18歳になるなってもまだサンタさんを信じてましたね。はい、未だにこの人信じてると思います。22歳です。いや本当にいらっしゃると思いますので、ね、私もなんかそうですよね、うん、そうそうそう、なんか見えないものって信じちゃいけないって思われてる時って結構あるじゃないですか。でも結構なんか実はあるって信じてしまった方がなんか心が安心するというか、そうなってくるとなんかいるよねって、いらっしゃると思います。絶対思いますよね。そうなんですね。じゃあ発達障害という、はい、まあ名誉のあれですよ、もうなんて言うんでしょうね、私たち もう名誉の負傷って言ってますよね。まあ、ね、私は思うにはやっぱりそういう障害を持ったり、発達障害を持ったり、まあ、例えば大きな病気をされた方って本当に魂的にすっごいもう上の方とかね、なんか魂的にはもう卒業でレベルだと思っています。どうする、そうだって、どうする、どうする、照れております。でも本当にそうなんですよね、魂がとって、魂とか心っていうか、すごく綺麗な方が多いですよね。
あの垂れててかずらがずれてます。大丈夫ですか。あのすごく僕のこと言われてんのかな、僕心きれいかな、どうしようかな、サンタさん信じてるなんて言っちゃったけどな、でもうちプレゼント来てないから信じない方が良かったかなとかいろいろ今瞬ずしてるかと思いますね。プレゼントとかそんなじゃなくて、ね、多分なんか魂的にきっとメッセージが来てると思うんですよ。そうなんですよね。なんかね、こう例えばうちの子にもそうなんですけども、うん、なんか私たちが俯瞰して見られてるような感じがすごく、うん、ありますね。だからお父さんお母さん何やってんのって心の中で思いながらニタッと笑ってるとか、ニコニコして教えられることいっぱいありますよ ね、 ね、うん、なのでなんか例えば学校とか行政とかのその、まあ、ライン引かなきゃいけないことっていっぱいあると思うんですけれども、うんうん、まあ、それはそれで置いといて、だけどうちはなんて言うんだろう、親は信じるっていうか子供を信じてあげるっていうかね、やっぱり一番の味方は親ですからね、うん、そんな感じで、ということで、息子さんが、はい、お母さんのとこに来てお話をしてくれてるっていう、そうですね、夢に出てきてくれたり、そうですね、なんかふっとした時、なんか例えばシャワー浴びてる時とかお風呂入ってる時、なんかリラックスしてる時にふっとなんか言葉を送ってくれるんです、なんかそういうのをお聞きすると、本当になんかね、なんか肉体なくなっちゃったけども心っていうか魂っていうか残ってるのかなっていうか、そう考えるとなんか納得がいってしまう。確かにね、やっぱり肉体を持った、息子がそばにいてほしいのは確かなんだけど、でも今の方が本当に繋がってる感があるんですよ。ご縁が深い親子、なんか関係だったのかな、すごい素敵な、ね、お話で、ね、で、その今その本も、はい、書籍を読んでも、はい、朗読されてるって、はい、あちこちで都内とかだけで、そうですね、これまでは、北陸中心だったんですけど、まあ今年からちょっと東京の方に2拠点生活してますので、素敵、ちょっと、来月も朗読会3回、3件ほどありますし、なんかこれからどんどん東京、関東地区に行って朗読させていただきたいなと思っています、なんか、ね、こういうの絶対待ってらっしゃる方は絶対いると思う、ありがとうございます。私も今こういうこのお母の母親やってると結構先に帰っちゃう子供、お子さんいらっしゃることがすごく多くて、結構ねやっぱり帰ってメッセージ来てっていうのを話も伺うことがあるので、なんかそうなってくると、あ絶対来てるよねってなんか思えるようになってきました。もうね、もうね、なんか感動してる、うん、照れてる照れてる。あ、なんか質問ございますか、ウッキー君。ファンタジアね、そうね、ファンタジアのね、スマホは今充電中だからね、ごめんね。はい、はい、何かございますか。ファンタジア、はい、ファンタジアって言ってるのは片っぽの脳が暴発してて言葉が出てるんで、こっちのこっちはこの人の話したいことを書いてくれてます。息子さんとはどのような話をされるんですかって降りてきてくれた。そうですね、例えば私がこう選択をこっちにしようかな、あっちにしようかなって思って、でもここへこっち行こうって思ったその日の晩に、ここに決めたことを喜んでも満面の笑みでニコニコって、それでいいんだよって感じで、相談相手てくれるんです。そうなんです、素敵な相談相手ですね、なんかいや、なんかお母さんのこと大好きだったんだな、きっと、なんかそんな感じ。そうですね、はい、なんか質問ございますか。あとはと見てる。はい、東京の生活には慣れましたか。あ、
毎日が楽しいです。だいぶ石川県とは全然違うんじゃないですか。そうですね、石川県では車もうちょっとの距離を車で行くんですけど、東京では歩いたり電車に乗ったりバスに乗ったり、それが楽しいです。なるほど。そうですね、なんか石川県ほど、あ、石川県も結構栄えてはいますけれども、うん、はい、地下鉄こんなにいっぱいとかないですもんね。ないです確かに。じゃ逆に雪とか全然こっちはないですけど、うん、向こうはすごいです。まあ、そう、昔ほど今は雪そんなに積もらなくなったんですけど、そうですね、雪やりですね。そうですね、なんか遠くで見てる分には綺麗なんですけど、生活する上ではもう雪は嫌っていう感じ。そうです。あとなんか雨が多いってイメージが、あっちは雨が多いってイメージが、そうそうそう、なんかあのいつも折りたたみ傘を持ってるんだよって、なんか傘忘れ、あ、弁当忘れても傘忘れるなっていう感じで言われてるんです。なるほど。だってよ、石川県ってまだ、そうか、降って石川県行ったことなかったか。ないの。そうか、今度行こうね。旅行とかよく行かれるんですか。だいたい車で行くんですよ、私。なんかどこ、この間の四国まで行ったの、車で行こうってなんかノリで行っちゃったりとか、あとなんか東北の方回って北陸回って岐阜の方回って、あの最後はなんか何かって東名で帰ってきたのかな、なんかすごいすごいルートで帰ったことがあったりとか、ただ単に運転するのが好きなだけなんですけども、でもね、ね、結構お母さんに連れられて関西行ったりとかしたよね、うん、大阪とかまで車で行ったりとかよく、まあ、してたのでね、うん、でもそうですね、金沢も前行った時は車で行ったんですよ。本当ですか、すごい飛行機もいいですか、飛行機でいつも帰られるんですか。帰るのは夜行バスとか新幹線とか。あ、新幹線できたんですもんね、うん、そうか、私夜行で行ったことがある、あっちは、うん、寝台車で、なんて、いつの時代ですかね三段あった、あの頃みたいなねえ、君は生まれる前の話だよ、ほいほい。まだ質問あるかい、大丈夫かい、大丈夫かい、ちょっと待って、もうこの放送事故です、すいません、はい、どうぞ。なんかあるある、なになになに、わたしもむすさんと似てるところがあるかもしれません。私も息子さん似ているところがあるかもしれません。そう、そうなんだ、すごい優しい息子さんで、発達障害っていうとやっぱりちょっとみんなと違うって感覚。そうですね、ちょっと、うん、ちょっとちょっと宇宙人、宇宙人だと思います、ね、宇宙人ね、でもね、宇宙人万歳だよね。私も宇宙人で、私も発達障害なんですよ。そうなんですか。あの LDH って学習障害で、そうなんですね。そう、言葉だったり漢字とか、カタカナとかなかなか読めなかったり覚えられなかったりします。私と逆かもしれない。私は ADHD だと思われてました。あの今だったらきっとそうだろうと、うん、当時はだから、当時はそんな、ね、そんなのないから通常学に飛び込んでるんですよね。でもそうですね、通信簿とかの生活のところなんていうと、落ち着きのなさとか C とかって、根気強さ C とか、なんか全部 C が並んでるんだけどいいのかなって。だから成績はそれなりにいいんです、うん、いいっていうか普通人並みなんですけども、うん、生活の方になっちゃうと全部 C が並んでて、うん、親がなんかそっち見てガクンと落ち込んでたみたいな、うん、私はあの成績は極端なんで、いいのはいい、うん、悪いのは悪い、うん、極端なんです。え、あの LD の疑いみたいな、うん、あの当時なかったですもんね。当時はなかったんだけど、うん、例えばあの国語とかそういう、うん、覚えないといけない、うん、あの社会とか、はい、覚えないといけないのは2とか1とかそんな感じで、うん、
数学は得意で、すごい上の方だったんですけど、すごい数学得意なんですか？すごい。いや、あのね、不思議な感じで足し算引き算ができなくって、なんかその難しいあの、うん、x イコールとか、そうそう、その公式を解いていくのが得意なん、このタイプですね。この人1たす1はちょっとほえーとかして、ね、高校の数学見せると解いちゃうでもテストになるとその足し算引き算ができてないからペンペンペンなんですよ、うん、そうですよ、やってるそのこやり、ね、その流れは合ってるんですけど、うん、算数と数学はきっと違うんですよってすごいいい加減なこと言ってるけど、ね、でもそうなんですよね、案外そういう方いらっしゃいますよね、なんかあの本当天才的なタイプの方とかね、ねえそうだよね、そうだよね、ねえ大丈夫？なんか深刻な顔してるけど大丈夫？大丈夫？なんかね言いたそうなんですけどね、大丈夫かな、 7% になったと、あれじゃねえだね、でそれでアダジェニーね、うん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 、息子さんにもお会いしてみたいですって、うん、そうだね、夢に、夢で会えるかもしれない、あのね、でもね、なんか、うん、朗読聞いてくれたお客さんが、そうやって会っていないのに夢に出てきたとかメッセージもらったとか言うんですよ。じゃあ お会いしたいですっていうか、どこかでお会いできるかもしれない。いや、君だったらどこかでっていうか、今いらっしゃるかもしれない。でこうやってご縁があるってことは、もうすでにお会いしてると思うんですよ。見える見える見える、うん、なんて、あの、もう本当なんか、うん、あの気配は感じる力があるみたいなんですよね。なんかね、でも困ったね、僕どうしようって感じ、これ以上突っ込めないでよって感じになってるので、はい、あのなんかね、秘めたるものがあると思われます。だけね、大丈夫、カツラずれた？大丈夫、ずらずれてない？かっこいいですよね、ほら、カメラ向こう、はい、ポーズ取って、イエーイ、そう、今日はこの格好で現れてます、うんうん、そう、本当はね、なんかね、髪の毛セットしてきたんだけどね、うん、髪の毛ずぶ濡れになっちゃったからね、今日はこれになっちゃったんだよね。ということで、なんかすごい素敵なお話を、はい、で、近いうちにまたあちこちでやられるんですね、はい、直近が何月くらい、10月15日、はい、埼玉の、はい、あの岩槻というところの、うん、ね、あの水の書店本屋さんで、うん、2時からしますので、はい、よろしくお願いします、はい、あのすごい素敵な本なので、うん、なんかあの息子さんの優しさとかが全部ここに詰まった素敵な本です。なのでもしも書店で見つ、アマゾンとかでは、アマゾンは実は、うん、あの正式じゃないんですよ、もし売っていたとしたら、あ、なるほど、で今は私からでないとお求めできないんです。はい、じゃあ何か、この本に興味がある方はこちらのチャンネルへって、はい、こちらのハッピーチャンネルの方でいいのかな、はい、まだ、はい、ね、ご連絡いただければ絶対になんかね、すごい心にしみる本ですのでよろしくお願いします。はい、今日は白方、ごめんなさい、この息子さんのお名前になっている白方翔也、翔也くんの本ですね、うんうん、はい、白方美恵子さん、はい、お母さんですね、はい、あのゲストであのお迎えいたしました。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ウッディチャンネルでした。イエーイ。